このアーセナルというソフトウェアですね、いわゆるそのスタンドアローン、他のDAOソフトとかがなくても単体でも立ち上がりますので、ちょっとそちらの方でも試してみましょうかね。はい、実際このアーセナルを使えばですね、はい、うん、今までその音楽制作ソフトを起動しないと使えなかったそのプラグインインストルメントが、はいはいはい、即座に起動できるっていうのも一つ大きなポイントではないかなと思いますね。あ、なるほどです。確かにアーセナルってプラグインソフトも付属で付いてるんですけれども、いわゆる他メーカーさんのも使えるってことですよね。そうなんですよね、はいはい、まあ付属のエアドラム、あとハイブリッド以外に、はい、今まで自分自身でもインストールされていた、うんうんうん、VST プラグインですとか、はい、オーディオユニット AU の、はい、ものに関しては、このアーセナル自体に、スキャンさせて、はい、すぐにマウントできると。 ですからもうここで、プラグインインストルメントの、ライブラリアンみたいな、はい、使い方ができるのが大きいと思いますね。この画面ちょっと説明させていただくと、この上半分、ここのところがですね、いわゆるブラウザーといいまして、いわゆる音色、まあいろいろ選ぶところなんですね。ここに出てくるということですね。他のメーカーさんのプラグインとかも、いわゆるスキャンさせればここに名前が出てきて選択ができるということですね。そうですね、まあ、ライブパフォーマンスなんかですと、はい、やっぱり音楽制作ソフトを立ち上げていると負荷がかなり大きい、まあそうですね、っていうのもあると思いますので、はい、この辺が、まあ単体で立ち上がるというのは嬉しいとこですよね。はい、うわ、なのでちょっとこのアーセナルというソフトウェアとこのトリガーフィンガープロ、まあ、どんなことを連動させているのかというところなんですけれども、はい、いわゆる先ほどのダウソフトと違ってですね、アーセナルというこのソフトウェアはその演奏を記録するシーケンサーと言われるところですねの機能はついておりません。でその機能というのがトリガーフィンガー側に入ってるんですね。なのでこちら側、まあ、今下のところがブルーの LED ダーッと走ってますけれども、こちらが演奏を記録して、アーセナルがそれにそのいわゆる指示に従って音を鳴らしているという仕組みになりますね。今これ鳴ってるのがあれですよね、エアドラムという付属のプラグインソフトですね。はい、エアドラムのプラグです。エディター画面みたいなのって出ますかね、まあ、こんなソフトですね。こちらも一つパッドごとに、はい、サンプルがセットできてというシンプルなプラグインインストルメントです、ね。あ、でも分かりやすいですね。でもし、はい、自分自身で持っているサンプルをこのパッドで鳴らしたいと、はい、いう場合には、ドラッグ&ドロップで、あ、増やせるということですね。追加、そうですね、パッドにできますね。これ今、今デスクトップの方に、あったサンプルを入れてみて、はい、喋ってますね。こういう、まあ、はい、独自で自分で用意したサンプルを演奏することができる。じゃあ例えば WAV とかであれば、はい、iTunes とかで普段聴いてるような曲もそのまま放り込んじゃえば入っちゃうってことですかね。そうですね。なるほど、はい、どん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 あれですね、追加ができるのでも嬉しいところですね。これも絡めて、うん、トリガーフィンガープロって言ってますね。これ今ドラッグ&ドロップで追加した音色ってことですね。そうですね。あと、その方の、はい、エディターでちょっと音をフィルターかけたりですね。フィルターだとか、あとエフェクトとかもついてるんですね。そうですね、うんうん、ちょっとドライかな、フィルターはリバーブかけてみたり、はい、こうですね。ちなみにあれですか、もう一個のそのシンセのプラグインとかも、いわゆる
そのエアドラムともう一個ですね、ハイブリッド3というあのシンセプラグインもついてまして、こちらの方だといわゆるまああのアナログモデリングシンセというものなんですけれども、これもですね全部でプリセットが1000以上入ってますので、もう選んでいただくだけでかなり即戦力な音も入ってますよ。ただあの PCM シンセといういわゆるその収録したシンセと違ってアナログシンセをモデリングしているシンセになりますので、あの元々入っているものをどん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 編集していくこともできるようなシンセサイザーになってますね。ちょっとこちらも何かエディターソフト、エディター画面ですかね、こんな感じのソフトですね。でも細かく音を追い込んでいけそうな感じのプラグインですね。このサンオシレーターというところでいろいろこう細かく音作りができるっていうのが大きな特徴だと思いますね、はい、これを上物にして先ほどのエアドラムの音で、はい、リズム帯を入れていくということですね。であとはまあループ素材のベースなんかがありますので、はい、まあ、3つのパートでもすぐトラック作りが行えるっていう、はい、あれですね、速攻性求めてライブパフォーマンスとかだとダウ絡めずにこの単体で立ち上げちゃった方が面白いかもしれないですね。そうですね。これでも直接ですね、このステップシーケンサーのパラメーターを、いじったりですとか、はい、今これスイング変えて今ぴったりの 50%、 あー、はいはい、これが徐々にこう跳ねさせるような形で、うん、あー、ちょっとハットがこう跳ねるような感じになってきましたね。こんなことができたりとかですね、モード切り替えることでこの4つ4つのフェーダーとつまみっていうのの意味合いが、アサインがどんどん変わっていくことですね。うん、今このシーケンスモードなので、はい、このつまみにはテンポ、スイング、ゲート、ステップというようなものが割り当てられていて、はい、スライダーの方には各パッドのレベルが、うん、はいはい、で、コントロールモードに入りますと、はい、各パッドごとのですね、うん、どんな、まあ、パラメータが変えられるかっていうのも選べまして、コントロールができます。で例えばですね、この、おー、ずらずらっといわゆる割り当てられる項目がずらっと出てくるわけですね。そうですね、リリースか何かでこれしてみて、はい、リリースをいじったりとかですね、はいはいはい、この辺で パッド4がですね、ハイハットのオープンなので、はい、あー、はいはいはい、少しずつこう上げていって、これ今リリースを変えてるってことですね。そうですね、うんうんうん、最大にしちゃうと効果で、はいはいはい、これ結構あれですね、ハットのオープンクローズみたいな感じに効果が出るわけですね。やっぱりこれで細かいこう、うん、ドラムフレーズの作成が行えるのかなと思います。ミュートできるんですね。これパッドでやりたいのに、今はシーケンスでステップを変えてみたいな、うん、展開もかなり簡単に作れますね、これは、うん、今ステップ7つ、はいはいはい、はいはいはい、このステップシーケンスだとステップを変えてみるっていうのも面白い、はい、